丸副代表の森本慎一郎です。はい、石井ちゃんです。はい、スタッフです。というわけで、私狩川です。よろしくお願いします。はい、で僕ら出ます。はい、トークライブも出ますし、音楽ライブも出ますが、まあ、その様子もちょっと注目したいと思いますので。はい、結構大掛かりですからね。そうですね、久しぶりに。場所は六本木ヒルズアリーナ、今までにない大きい会社で探しながら撮りたいと思います。いい僕です。あのダメ絶対君のいるはず、来るはずなんだけど。あ、みんなやばい。バブちゃんじゃないですか。はい、あ、もちろん。紹介します。僕らの活動が紹介されております。早いね、こまえなのが。はい、紹介されております。ピーボ君やっぱ人気だな。法政大学、これあれですね、今日一緒に出る人。はい、あ、やっぱり東京ダルフとか来てますね。本当だ。山あり先生も来てます。あ、だよ。こちらはメッセージボード。はい。じゃあ、あ、こっちがお隣の代表して書いてください。選んでください。こちら差し上げます。メッセージ書きます。はい、じゃあメッセージ書きます。これはまた別だ。規模が大きいので、展示物とかも多いし、すごいな。麻薬犬のデモンストレーション。こんなんやってるんですか。そうだね。薬物乱用方式、啓発物などの巨人の皆さんが書いたサインとメッセージと、薬物乱用方式になってる坂本ですか。これすごいな。現物の日本の、はい、もう薬しかない。これは、名前は何ですか。いや、はい、特に書くとこはないですが、はい、です、はい、はい、貼ってください。はい、この標語集めて1曲作りたいですよね。標語集めて1曲作りたいですよね。そういう企画をね。え、あ、それ面白いですよ。標語、いや、そんなもうすでにあるやつから取らせていただける。それはパクリじゃない。はい、まあ、こういう展示物コーナーがありますって感じ。薬物なんか頼らない僕の笑顔が世界。これは言える男になりたいですね。じゃあこんな感じで展示物がある中で、今日はあちらがステージです。これがアリーナ。バボちゃん大人気ですよ。バボちゃんちゃうじゃない。皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまより平成23年度6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集いを開会いたします。私本日司会進行役を務めさせていただきます高橋直美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。恐れ入ります。ありがとうございます。 6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集いは毎年厚生労働省の呼びかけのもと全国各地で実施されています。
薬物乱用の根絶を目指すダメ絶対普及運動の一環で行うものです。今年はここ六本木ヒルズアリーナで式典及び啓発活動を行っていきます。皆様最後までお付き合いいただきますようお願い申し上げます。さあそれでは皆さんお待たせいたしました。それではこれからノートラック 6.26 トークライブと題しまして、ダメ絶対キャンペーンキャラクターの本野成美さん、そしてそれぞれのお立場で薬物乱用防止活動に力を注いでおりますゲストの皆さんと一緒に薬物乱用について考えていきたいと思います。では皆さんよろしくお願いいたします。そして薬物乱用防止活動に取り組んでいらっしゃる団体2つをご紹介させていただきます。まずは法政大学学生センター市ヶ谷学生生活課土屋孝之さん、そして同じく法政大学経営学部3年高畑俊樹さんです。お願いいたします。そしてアコティカオトマルとして薬物乱用防止の活動をされている代表上川圭司さん、そして、アコーティカオトマル副代表森本慎一郎さんの2人です。お願いします。はい、以上の皆様とトークライブの方を繰り広めていきたいと思います。どうぞよろしく。本当素晴らしいですよね。アコーティカオトマルさんは音楽を通じて若者へ音楽を楽しもう、薬物乱用はダメといったメッセージを送っている、活動を続けられておりますが、今の法政大学の話を聞いてどうお感じになったか、上川さん、そして森本さん、お願いします。はい、僕らの2005年から渋谷の方でずっと音楽イベントをやってましてですね、はい、音楽ミュージシャンが考えるこう社会貢献イベントということで考えてノードラックをメインに、ずっと活動してるんですけども、7年間ずっと、2005年からやってますので続いてます。おかげで皆様だいぶ反響をいただいてるんですけど、まあ、7年やったということで僕らなりにいろいろ考えてダルクの方に行ったりとかですね、その夜回り先生のことを水谷先生に連絡取ったりとかいろいろやったんですけど、まあ、新しいその発展というかですね、いろいろ考えてらっしゃると思うのでこれを機にまたご一緒できればと思っておりますのでよろしくお願いします。心強いですね。はい、ではお願いします。はい、一緒に何か協力してこうやっていけたらなと思いました。よろしくお願いします。ね、素晴らしいですよね。1人より2人、2人より3人といったね、協力してやるということはとてもいいことだと思います。根気強く継続的に取り組んでいくべきだなと思いました。僕らその音楽をやっているので、まあ、世の中にその楽しいものが他にもいっぱいあると思うんですよね。その薬物でないものが、僕はサッカーを好きなんですけど、サッカーやったり音楽やったりとかそういうものにこうハマってもらってですね、そういう薬物にハマらない人生を送ってほしいですね、皆さん。はい、とても素敵なことですよね。でも僕らの方も引き続きその音楽でできるノードラックを考えていきたいと思いますので、皆さんもぜひマジで見かけましたらご協力をいただけほしいのと、あといろいろアドバイスをいただけます。僕らなりにいろいろ考えてますが、何か音楽とかね、その僕らの世界はちょっと狭いのでいろんなアドバイスをいただければと思ってますのでよろしくお願いします。はい、では森本さん。はい、毎年薬物更生施設ダルクの方に募金、集めた募金を寄付させていただいてるんですけども、よかったら皆さんもダルクの支援の方協力していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。駆け足で行ってまいりましたが、皆さん長時間にわたりまして本当にありがとうございます。自分が自分らしく生きる、それぞれね、担当点も後ほど紹介していただきます。それではちょっと準備をお願いします。で簡単にですね、警察犬はですね、まあ、ずっとこう変えてまいりますね。それで、ここにありますということはですね、手で書くか伏せて教えてくれますということで、ちょっと実験をしていただきたいと思います。何しろ今日はね、暑くてね、犬はですね、わかりましたですね。
でこのように、教えてくれるということです。で実際にですね、最近もですね、一般住宅にですね、ちょっと薬物の捜索で入りました。で、人がですね、捜査員がですね、見つけられなかったですね、お菓子の箱の中にあった大麻をですね、このようにして、教えてくれたんで、その後捜査員が見たら大麻が入ってたということでね。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。我々は今回アコチカオトマルという、団体でこの、富の集いに参加させていただいたわけなんですけども、させていただこうかなと思ったんですけど、でもどうぞね、さっきもあのトークライブの方でね、本当にあの素敵な、ね、あの活動されておりますね、アコティカオトマルの皆さんでございますけれども、あの今ねあのステージの、ね、左側の方でもあの撮影会の方も行っておりますけれども、あの撮影会の参加の皆さんね、あのこれから始まりますので、耳だけでも ね、こちら音楽なので聞きながら、そうですよね、はい、あのそれで終わったらこちらにね、メモ ね、はい、イケメン2人をね見ていただければ、ね、あのありがとうございます。ありがとうございます。ではあの私からね改めてご紹介させていただきます。ではまずですね、アコティカオトマルの上川圭司さんです。はい、よろしくお願いします。上川圭司です。そして森本慎一郎さんです。よろしくお願いします。森本です。はい、それではよろしくお願いします。はい、ご紹介いただきましたアコティカオトマル団体名でやっております。アコティカオトマルというのは、まあ、ミュージシャンのこう集まりといいますか、集まった団体のことを、まあ、指す部分でもあるんですか。そうですね、あのノードラックライブをその2005年から渋谷の方でずっとやってまして、はい、その方がずっと、今まで続いてまして、まあ、あの団体名をつけた方がいいということで、アコティカオトマルという、まあ、あのアコースティックにちょっとかかって、薬物ダメ音楽丸みたいな意味合いを込めて、はい、アコティカオトマルと彼が命名しました。まあ、そういうユニット名ではないということだけちょっとややこしいんで。そうですね、あの普段はあの別々でシンガーソングライターとして活動しまして、あの上川圭司、森本慎一郎という普通 の、 あの個人 名義で活動しまして、その代表と副代表なので、今日は、アコティカオトマル代表として2人でユニット的な出演になります。はい、はい、というわけで、まあ1曲ずつ歌いたいなと思うんですけど、まあテーマはちょっと割と重いものがありますけど、基本はですね、その、まあ、ノードラックっていうことは、ノードラックというメッセージの裏側にですね、その、まあ、大事な人をこう悲しませたくないっていう、観点からですね、そこを、なんていうんですかね、根底において、はい、まあ、活動してるわけなんですけども、まあ、僕なりのそのノードラックをまあ、テーマにして作った、歌があるんで、それをまず初めに、お送りしたいなと思います。聴いてください。ハートビート。どれだけ言葉を並べてみても伝わらないものが山ほどありすぎて、迷いの中で震えているよ。
くなってまたこらえては意地の塊だけ私が上川慶司と言いまして、そのアコティカ音丸の代表をやっております。よろしくお願いします。次は僕の曲ということで、1曲歌わせてもらいますが、ですね、2005年からずっと渋谷の方で渋谷アコースティックライブというイベントをやってましてですね、京王井の頭線の、渋谷駅西口改札すぐのところにウェーブ広場というところがありまして、そこで2005年、2006年とかは1ヶ月間ですね、毎晩アコースティックライブを野外でやりまして、で、薬物乱用防止を訴えるイベントとしてですね、こういった弾き語り系のミュージシャンがいっぱい出てですね、自分のそのメッセージの発信とともに薬物乱用防止について、各自メッセージを、発信してもらいながら、ずっとそういうライブを続けてきまして、5年間渋谷でやりまして 6年目、7年目と町田の方で、開催を、6月26日の方にやってましてですね、ちょうど先週6月25日、6日は町田の方で、町アコとして町田アコースティックライブとして開催したばかりでございます。今後もこういった活動を続けていきたいと思ってますし、アコースティックアオトマルとしてインターネット上にブログとか、今までの過去の活動いろいろありますので、そこからメール等々ありますので、そこでも、ご連絡いただければと思っております。よろしくお願いします。この渋谷のイベント、僕はそのちょっと先ほどもトークの時に、ちょっとお話ししたんですけど、その薬物にハマる状況っていうのは皆さん多々知ってるかと思いますけど、やっぱり寂しいとかね、孤独だったりとか、いろいろやってる人にはいろいろそれなりの理由があるのかもしれないんですけど、僕もそうでしたけど、僕は音楽を始めたのは実は随分遅くてですね、二十歳を過ぎてから、音楽活動にこう必死に、入ってきたんですけど、それまでは全くギターも触ったこともなく曲も作ったこともなく、何をすべきか迷った時期もあるんですけど、その中でダルクの方に行った時にですね、その実際に患者の方がですね、野球がすごく好きだったらしいですね。で、みんなでダルクの面々で草野球をやって、試合の最中は薬物について忘れられるそうなんですよね。僕らアコティカ泊まるで毎年募金を集めて現地に現場に届けに行ってるんですけども、そこでちょっとお話を聞くんですけど、やっぱりいろんな世の中にハマる楽しいものがいっぱいあると思うので、そこで一緒に例えば野球やったりサッカーやったり音楽ならバンドもやったりとかね、いろいろ楽しく、過ごせるものがいっぱいあると思うので、まあ、そういった思いが伝わればいいなと思いながら書いた曲がありまして、君の手にという曲があります。それもそれであります。
かくやられてた僕らは心の隙間が気になり始めた。なぜだか焦ってた。分かってる、強くなりたいなら何かを捨てる。新次郎でした。どうもありがとうございました。ちょっとですね、時間が、参ったということなんで、ちょっともう一曲歌っていいということなんで、もう一曲歌わせていただきます。ノードラックも大事なんですけど、やっぱり 3.11 もありましたし、ノードラックというテーマがすごく皆さん重いと思うかもしれないですけど、僕としてはそんなに重いテーマではないというか、普段から思っていること、それはやっぱりその
より良い暮らしというか平和な世の中がやっぱりいいと思ってるわけで、そのドラッグが溢れてる世界にいい世界はないと思って生きてまして、そういう思いを書いてるので心にありがたく行いますので壇上の方にお上がりください。はい、皆様お上がりいただけましたでしょうか。大丈夫ですか、ね、はい、ではボムさんお願いします。 6.26 薬物乱用撲滅宣言。私たちの町はとても多くの刺激に満ちています。そしてその刺激は時として私たちを危険な誘惑へと駆り立てます。私たちの行く先には楽しいことだけでなく苦しいこともあるでしょう。しかしそんな時も私たちは決して逃げません。常に勇気を持って困難に立ち向かっていきたいと思います。今麻薬、MDMA、覚醒剤、大麻、シンナーなどの薬物の利用が私たちと同じ若い人たちにも広がっています。薬物は一回でも乱用すると自分の意思ではやめられないという恐ろしい特徴を持っています。薬物乱用は脳や体をダメにします。そしてその弊害は一生ついて回ります。だから私たちは今正しい知識と強い意志を持って甘い誘惑もきっぱりと断りましょう。決して薬物に手を出してはいけません。私たちは今日の 6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集いを決起としてダメ絶対を合言葉に薬物乱用を許さない社会を作ることを決意しここに宣言します。平成23年7月3日6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集い河野成美。はい、ありがとうございました。以上をもちまして平成23年度 6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集いを終了いたします。皆さん一人一人の薬物乱用ダメ絶対の意思が薬物乱用撲滅につながります。平成23年度 6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集いにお集まりいただきまして誠にありがとうございました。どうぞ皆様お気をつけてお帰りくださいませ。どうもありがとうございました。